者の蜂鹿昭弘です。今日は給特法の改正案の審議でありますが、それと加えて、記述式の試験の問題などについても質問させていただきます。まずその前にですね、最初に水曜日の我が会派の村上議員の質問で、桜を見る会の件について萩生田大臣にお伺いをしたと思います。まあ、その際に萩生田大臣は議事録を皆様のお手元にお配りしてますが、萩生田大臣の後援会の常任幹事の方々が、常任幹事会の方々が、一緒に桜を見る会で写真を撮っているというようなことがあったということで、その件について聞いております。大臣が推薦をしたのかどうかということですけれども、大臣はそれに対して、いいえ違います、あくまで個人が招待されておりまして、その方たちと現場で、お会いしたということ でございます、推薦する仕組みはございませんとお答えになっているんですよね。ところが、この間、自民党の議員の方々の中でも、例えば石破議員が、推薦枠があったというような発言があったり、あと首相官邸のホームページにもですね、動画が出ていて、そこの中で世耕さんが、ひまわりの会です、今年は副長官じゃなくなったので、招待枠でというね、発言しているのが、映ってるんですよ。で、もうTBS で報じられてますが、我々民主党政権の時にも、そういうような、推薦をしてくださいだったか、そういうのがあって、で招待者について、民主党政権の場合はですね、きちんと文書がもう明らかになってますが、招待者について、国民から疑惑が持たれないよう十分に考慮して選考するようにという正し書きをつけていて、公開を前提とするという、そういうような文書を出しているわけですが、いずれにしても、各議員から何人か招待したい人をリストアップして、内閣府に挙げてくれと、で最終的にね、招待するかどうかは内閣府が判断をして、招待状を出すという仕組みにはなっているわけですが、いずれにしても議員からのこの名簿を挙げるという、そういう仕組みはずっと続いていたんだというふうに思うわけですよ。で、今でも変わってないと思いますよ。で、今回、何がこれだけね、大騒ぎになっているかといったら、それが総理が地元から5人とか10人だったら、まだしも850人も連れてきて、バスで、しかも開始時間よりも早く新宿御苑に入ったりして、写真撮影をしたり、前の日にはホテルニューオータニで、5000円会費でパーティーをやっていた、こういうことが後援会活動ではないかとか、あと、この経費を誰が負担をしたんだとか、そういう問題が疑義があるということで、我々野党は取り上げているわけであります。ですから、萩生田大臣が実際に、推薦をしていたなら推薦をしていましたと、はっきり言っていただければいいんですよ。それをですね、こういう推薦する仕組みはございませんなんていう答弁をしているわけですが、これは明らかに私は虚偽ではないかと思います。これ、どうですか、大臣。真実をちゃんと述べて、虚偽であるならば、ちゃんと虚偽でしたと謝罪をしていただけないでしょうか。萩生田大臣。おはようございます。まず先日のご質問は、後援会の方たちにフォーカスを当てた2013年のことを問われました。で、これ、私、正直に申し上げてまして、蜂鹿先生も多分東京なんでご理解いただけると思うんですけれど、率直に申し上げて、割と東京の方が多いのは地理的に事実です。で、お話したように、私が、この人を呼んでくださいってお願いをしたんじゃなくて、各種団体などから名簿があった中で呼ばれている人たちがまずいらっしゃいました。で、その人たちとは、私はその人たちが来る、来ない、全く分かりません。ですから、そういう意味で、すべて私がなんか呼んだんじゃないかと、こういう指摘だったもんですから、まずそのことは否定をさせていただいたんで、そこに嘘も偽りも全くございません。で、先日、官房長官が述べたように、これまでの桜を見る会の招待者について、内閣官房および内閣府から各省庁に推薦依頼を行った上で、提出された推薦者につき、取りまとめを行っており、内閣官房の取りまとめにあたっては、長年の慣例で、官邸や与党にも事務的に推薦依頼を行っており、提出された推薦者につき取りまとめを行っていた旨の説明がありました。
で、確かに長年の慣例で行われる中で、これまで地域で活躍されている方など、桜を見る会の参加にふさわしいと思われる方を事務的にお伝えをしていたことについては、私も認識をしておりました。しかし、当該作業が内閣官房からの推薦依頼という仕組みの下で行われていたとは承知しておりませんでしたので、13日の答弁においては、推薦する仕組みはございませんとお答えをしました。繰り返しとなりますけれども、内閣官房および内閣府が行っている取りまとめ作業に、私自身は関与しておりませんので、その作業過程の中で、官邸幹部や与党が推薦できる仕組みがあるとは思っておりませんでした。いわゆる石破さんや二階先生が発言した内容のことを私が承知してたかと言われれば、私は承知してませんでした。決して、偽って虚偽の答弁をしたわけではございません。あの時に呼ばれた人の中には、もともと呼ばれている人、そして事務的にお願いをしたら呼んでもらうことができた人がいて、で、多分呼んでもらえなかった人もいたんだと思います。そういう中での発言でございますので、要はあらかじめ私がですね、何人呼べるんだということで、お呼びをするようなことの仕組みがないということを申し上げたつもりでございます。葛飾君。整理をすると、何人か、いた中で、私もね、一回鳩山政権の時に出ているので、行ってみたら、知り合いの方がいて、来てたんですねと言って、一緒に写真を撮ったりとかもしましたから、分かります、東京ですからね。ただ、今のお話だと、何人かの方は事務的に地元でね、例えば何らかの会の代表とかやっていて、貢献しているから、この人を呼んで、いただけないですかっていうことで、内閣府に、名簿のようなものを挙げてたか分かりませんけれども、お伝えをしていて、それで招待をされていたということはあったと、大臣がこの人をと言って伝えた人が招待をされて来ていたことはあったということでよろしいわけですよね。萩生田文部科学大臣。私、答弁の中でも主体的にっていう言葉を使いました、率直に申し上げて、私が A さんをとか、私が B さんをっていうことじゃなくてですね、事務的にこういう団体の皆さんをということで、事務所の方で、そういった作業をしてたということは、後に報告を受けております。葛飾君。大臣が積極的にはやってないけれども、事務所が、この人、この人、この人という人を伝えて、そしてその人に招待状が送られ、出席をしていたということはあったという、そこはお認めになられたということですね。萩生田大臣。その方たちがすべてお招きをいただく結果になって、参加をしたかどうかというのは、ちょっと私は分かりませんけれども、そういう、言うならばやり取りがあったことは報告を聞いております。葛飾君。つまり各議員の皆さん方が地元の人の中でこの人を呼びたいという人があったら、伝えて、その人たちに対して招待状が、全員に行くかどうかは内閣府が最終的に判断するので選別はあるのかもしれないけれども、一定の内閣府の要項の範囲の中で対象となる人には案内状を出していたということが、今の大臣の答弁で明らかになったという理解でよろしいですね。では次、この問題は置いといて、では記述式の試験に移らせていただきます。ちょっと質問の順番を変えてですね、まず皆さんにこの試験の何が問題かというと、もうそもそもこれ記述式の問題と言えるのかということと、あと採点が本当にこれで適切なのかということを先に説明をさせていただきたいと思います。まずですね、ちょっとパネルを用意してきたのでパネルを見ていただきたいんですが、資料の5ページ見てください。東京大学の文科、文系の今年の試験問題です。ここに書いてある通り、座標平面の原点をゼロとし、うんぬんと書いてありますが、ここで Q と R を P で表し、P、Q、R、それぞれのトゥルール値の範囲を求めようというのがね、問い1なんですよ。で、これ、代々木ゼミナールの回答例、を使ってますが、今、消してますけどね、大臣ね、こういう問題って回答ってこうなるんですよ。これ全部が回答なんですね、記述式というのは。つまりこれが全部書くのが記述式問題ですよ。